バリアント級原子力潜水艦は、イギリス海軍の攻撃型原子力潜水艦。イギリス初の原子力潜水艦であったドレッドノートは、アメリカ製の原子炉を搭載したが、バリアント級では初めて、イギリス国産原子炉が搭載されており、純イギリス産の原子力潜水艦としては、初の艦級である。1962年から1963年にかけて収益し、 1990年代に退役した。当初、本級は、インフレキシブル級と命名される予定であったが、同館の浸水後に寄港されたレゾリューション級4隻の建造計画の完水を優先する処置を取るために、建造スケジュールが変更され、環級名及び一番艦の艦名も、現行のバリアントに改められた。また、それに伴って、当初1965年9月に収益が、 予定されていたが2番艦オースパイとの収益も1967年まで遅延した。バリアント級は先行するドレッドノートを基本に設計されているが、船体が6メートル長く、水中排水量は900トン多い。この排水量の増加は、国産原子炉 PWR1 の搭載と精神ラフトの採用によるものである。本級における精神ラフトの採用は、 イギリスの原子力潜水艦としては初であり、高層雑音は大幅に減少した。ただし、これは、手機のタービンと減速装置のみを載せるものであり、巡航時のみ、使用可能で、高速力発揮時には固定される。こうした、動力機関に関する点を除けば、ほとんどの点において、バリアント級とドレッドノートは同一であり、ドレッドノートの実用量産型ということができる。 バリアント級は、冷戦期のイギリス海軍において際立って重要な任務であった対潜水艦船を第一の任務としていた。1967年、一番艦バリアントは、シンガポールからイギリスまで28日間にわたり、19312km を潜入したまま航海するというイギリス海軍における記録を樹立した。収益期間中に、 バリアント級の2隻の潜水艦は多くの回収を受けたが、その中にはハープン対艦ミサイルの運用能力の付与も含まれている。また、1982年のフォークランド紛争においては他の原子力潜水艦とともに作戦行動に従事した。バリアント級はイギリス海軍に長きにわたって在籍したが、 ウォースパイトは1987年から開始された改修工事の過程で原子炉の冷却関係に亀裂が発見されたため改修を終えることなく1991年に解約された。これに伴い同一の設計の手記を採用するバリアント及び純動警官チャーチル級の全艦について慣例に達するのを待つことなく順次早期解約されることが決定した。 バリアント級は準道系のチャーチル級と共に優れた運用成績を上げ、また、イギリス初の弾道ミサイル原子力潜水艦レゾリューション9減し、緑潜水艦のひな型となっただけでなく、以後に続くイギリスの原子力潜水艦の基本的な設計を確立した。ありがとうございます。